皆さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。今回はこちらの黒霧島 EX のレビュー動画になります。でこちらのですね、ミニボトルっていうんですかね、ミニペットボトルは、これはですね、見本品ってあるんですけど、これは市場にはまだ売ってないと思います。霧島酒造さんに工場見学に行った際にいただいたものです。それではレビュー行ってみます。まず海鮮地なんですけど、芋っぽい風味が清々しく漂います。あまり風味の方で芋らしさは立っていなくて、滑らかに溶け込んでいる感じはあります。お湯割りにしますと37だとちょっと薄かったです。焼酎4お湯6あたりではコクやふくよかな旨味中心になります。少しみずみずしさも感じられますので、このあたりがいいかと思います。こちらですね、今回ちょっと黒霧島と飲み比べするわけではないんで、もうこれ単体になるんですけど、そうですね、デリシャスペンタゴンということで、いろんな味をちゃんと際立たせてあるというのが、こちらの焼酎の、売りではあると思うんですけど、僕は逆にいろんな味を伸ばしすぎてて、ちょっと印象が薄くなっているというか、平均化してしまってるような気がしてしょうがないんですね。でこれが黒霧島の方がもうちょっと、そうですね、情報量が少ない分味が際立ってるというか、分かりやすいのかなという感じがしまして、少し僕としては中途半端な存在なので、あまり個人的にはそう好きではないですね。嫌なところもないんですけど、マイナスというわけではないんですけどね、そんなにすごく惹かれはしないという感じになります。今回のレビューは以上となります。ご視聴ありがとうございました。